皆さんこんにちは。今日はですね、2022年日本史 B の共通テストの解説をしたいと思います。生徒役に深ちゃんを招いています。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。第1問で日本史の場合はですね、出方決まってんすね。大体ね、大問数6です。第1問がテーマ史、これは古代から近現代までずっと流れるやつですね。2問が原始古代史、まあほとんど古代史ですね。縄文とか弥生あたりから平安時代ぐらいまで。今度は中世、鎌倉、室町、戦国時代、まあ信長が出てくる前まで。次、信長とか秀吉が出てきてから江戸時代が、これは近世が第4問で、5と6が近現代という扱いです。近代と現代といつからかっていうと、ペリーがやってきた年ですね。ペリーどこにやってきたか覚えてます？浦賀ですね。1853年にペリーがやっております。いやゴミだらけペリーさんと覚えましょうか。いやゴミだらけって思っちゃったんですね。から1945、第二次世界大戦の終わりです。WW2 終戦ですね。ここまでを一応近代とします。日本で言うと江戸の末期から明治、大正、昭和。その後から現在までを現代とします。今って昭和生まれの人いるんですか？今、私昭和生まれですけど、何か。パターンは決まってるんです。60分で32問ということは、2分かけたらアウトです。日本史に関してはね、結構読み取りがいいです。第1問。次の文章 A、B は、高校生の春菜さんと大輝さんとの会話である。この文章を読み、後の問いに答えなさいということですね。会話文が繰り広げられてます。このパターンが共通テスト多いです。名字と姓は何が違うのかって話ですね。C は、大きみ、大王と言います。大きみと呼んでます。大きみは大和政権に使える同族集団をもとに、カバネは大王から宇治に与えられた称号。だから、例えば、佐藤さんっていうのが宇治なんですけど、佐藤尾身とかつくんですよ。大臣の陣たちですね。平安時代以降、源平、藤原、立花と言いますね。が代表的な姓となると。名字、仮名として死傷されたことに始まる。与えられたというですね、上位とか任官とかというですね、武家の名字は所領の地名に由来するものが多いと書いてありますね。ひなさん、日本史を勉強して気づいたんだけど、小野妹子は、北条政子は北条政子とのがあったりなかったりするよね。これはなぜなのか知ってると。僕も同じような疑問を持ったので、先生に質問したことがあったよと。先生ビビりますね。その時、姓と名字の違いに関係するというアドバイスをもらったんだ。そこで次のようなメモを作成したときは、こういうメモを作ったりする。すごい、できたよ。大輝くん、できてますね。大輝くん、姓はやがて、宇治と同じものになるけど、名字とは違うものだったんだね。北条政子の場合、平氏の一族で、平の政子が正式な名前として考えた。平ってのは、姓の方に書いてなかった。平の政子ってのが姓です。だからこれは、名字だってことが言いたいんだね。それでは次に行きますね。明治時代になると政府はなんちゃらのためにというふうにありますね。皆さんは明治時代になると市民平等というのをご存知ですか？言ったことありますか、深ちゃん？市民の市。この関数字の4。4なんです。一番上が家族って言った貴族ですよね。次、元武士の士族ってなります。で、下級武士であった卒ってのがいるんですけど、平民って言うんですけど、江戸時代の身分制度は良くねえから平等にしましょうって言ったのは明治時代なんで、結局平等じゃねえじゃねえかって話ですよね。ってことは、これは分かってればいい、分かるでしょ。丸1撤廃しちゃダメでしょ。だから違って丸2が正解ですよという風になります。次行きましょう。2つ目はどういう問題かっていうと、これは当てはめなさいたらしい。平と源、新田と足利ですね。育った信濃の地名で通称された敵対する一族を都から追い落として朝日将軍とも呼ばれたが、いとことの合戦で廃止したと。なるほど、敵対する一族を都から追い落として、なるほど、これ分かります、何言ってるか。都って平安京のことね。誰を追っ払うかって話で、追っ払ってその後どうするかって話なんですよ。壇ノ浦の戦い聞いたことあります。平が滅亡しちゃうものですよね。この敵対する遺族っていうのはこれ平のことなんですよね。これはですね、源さんって分かりますよね。なんでこれは B。 次、姓は源氏だかって意外と重要なんですね。これは次第向けですよ。皆さん、室町幕府って来てるから足利しかないっすよ。で、足利っていうのは実は源氏なんです。これよく出ますんで気をつけてください。4番が正解です。3番は並び替え問題。これはね、年号を知らなきゃいけないパターンと、教科書でどの辺が出てくるかパターン。1番から見ていきましょう。キーワードとなるところを探していこう。まず1、
武士の出身なり、本名を杉森信盛と言った。作家としては出ました。近松門左衛門です。人形浄瑠璃って言ってさ、人形のね、劇のね、台本作ったんですね。こっち元禄文化で出てきます。江戸時代ですね。次いきます。江川太郎左衛門って言うんですけど、伊豆のニラ山に反射炉を築いた。これがいつぐらいできたかって話ですよ。じゃあ置いとく。3番。日本に漂着したイギリス人のウィリアム・アダムス、三浦安仁って言うんですけどね。これさ、ウィリアム・アダムス、イギリス人でしょ。で、江戸時代っつったらもう教科書にあんま載せてないですけど、最近。国ってしてるぐらいだから、あんまり外国人頻繁に来ねえだろ。元禄より前だろうと思うじゃないですか。そうすると、なんとか3-1って流れはできますよね。問題は、反射炉が、反射炉ってのは何するためだかっていうのは、鉄を作るってことですよ。鉄を作るってことは、鉄って結構近代的なものじゃないですか。じゃあなんで鉄を作るかって話ですよ。外国とかが攻めてくる可能性があるからですね。いわゆる幕末っすよね。なんで、これ元禄より後だと、なんで2と。というわけで、3-1-2。企画さんは丸5が正解です。次はですね、これも共通テストっぽい問題ですね。地位に関して、嵯峨天皇の子供の名前の特徴とその背景に関して述べた分。嵯峨天皇つっても一ぐらいかわかんないよね。白紙になった遣唐使ってご存知ですか？894年、遣唐使の停止ってご存知ですか？聞いたことある。遣唐使ってわかりますよね。唐に行った人です。唐に行った人ですね。もうね、唐に行く必要なくなっちゃったんだって。唐も荒れてるんでね。やめましょう。停止を提言したのは菅原道真です。学問の神様とか言われてるじゃないですか。なるほど。北の天満宮とか、津軽天使竹冠で書かないことですね。気をつけてくださいね、皆さんね。ここから後ってのが、どうなるかっていう、それまで日本ってのは中国のモノマネだったんですね。その後は、中国の影響よりも、自国の影響が強くなる国風文化っていう、日本流の文化ができてるんです。嵯峨天皇がその前か後かって話なんですね。皆さん覚えておいてください。嵯峨天皇ってのは、平安京ができて、ちょっとしてからぐらいのイメージです。平安京ができたのは、泣く夜行く平安京でしょ？これのちょっと後です。白紙になった遣唐使、泣くよ。ね、ここ100年あるよね。っていうのを押さえてもらうと、まず A か B か選べるんですよ。C と D は、読解問題で解けるはずです。さあ、深ちゃんこれ問題解けるはずなんです、今の知識。さあ、ちょっとやってみましょう。ということは、嵯峨天皇の子供の名前の特徴に関して述べたものです。A、B からだとどうしましょうかね。そうだから B じゃない？そうですよね。和風じゃないですよね。まだ国風文化じゃないですよね。問題は C か D です。嵯峨天皇の子供だからね。じゃあ C よ。そうでしょう。だってみんな、カッコ、ゲンって書いてあるじゃないですか。ここに。看板が正解です。終わりです。次はですね、この表から読み取れる内容について述べた文について述べなさいというところですね。アメリカ、イギリスに宣戦布告し、戦場が拡大すると勝利を祈願するような名前になる。皆さんご存知のリメンバーパールハーバーです。1941年の12月8日。これが真珠湾攻撃です。次、Y。天皇の代替わりに伴う改元の影響。このぐらいの年号を見てもらったときに、何が言いたいかっていうと、大体これで言うと、大正から昭和の移り変わりなんですね。昭和元年って、1926年なんです。じゃあ、ふかちゃん、これで解けるね。1941見てもらうとどうすかね。カツ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 。あ、カツカツ。あ、カツって載ってますね。ね。42、43、40載ってますね。勝利を祈願する。うん、その通りですね。うん、合ってますね。じゃあ、X は合ってますね。Y はどうですか？はい、27年から昭和の章がいっぱい入ってます。合ってますね。ってことは、これも合ってますね。というわけで正解は1ですね。なんとそんな難しくないですね。次いきます。6番いきます。これも常識で解けますね。AB から1個、CD から1個ですね。AB から1個ってのは解けると思うんだけど。A だよね。だって天皇陛下に名字ないですもんね。なんでこれ A で正解ですね。 C と D は難しいんだよね。ちょっとね、近世の百姓町人が安家とかさ、あの名字ないんです。 D は民法が女性に嫁ぎ先の名字を使用させる啓蒙思想の普及。啓蒙思想ってのはさ、わかります？ルソーとかさ、啓蒙思想関係ないでしょと。なんで C が正解ですね。丸1が正解です。以上終わりです。これで第1問終わりです。